おはようございます。加藤理香です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。お知らせ、私のチャンネル名が変わりました。カタカナで理香、チャンネルはひらがなにしたよ。前から変えたくてさ、変えよう変えようと思いながら、チャンネル正義だったらさ変えようと思っとったんだけどさ、いつなのかわからんからさもう変えちゃう。リーカっていう名前は私の本名です。これねよく聞かれるんですけど、本名なんカタカナで名前の話はまだね後日することにして、今日はねチャンネル名を変えたというお知らせまた今後もよろしくお願いします。変えるにあたってね、YouTuber さんの正上龍鳳さんに、ハンドルネームを見ていただきました。ご縁あってね、見てくださったんですけど、 YouTuber さんだったら見てくれるのかな、ちょっとわかんないですけど、概要欄にリンク貼っとくんで、よかったら、正上龍鳳さんのサイトの方も見てください。私の名前のことを言われてるので見て見てで、私知っとったんだけどさ、カタカナの理香って四角やん。四角ってよくないっていうことは知っとっただからあんまりよくないんで、で普通の時だったらひらがなの方がいいみたい。でもカタカナの方が可愛くない？おばはん何可愛いも何もあったもんじゃないかもしれんけど、でカタカナの方が目立つやん、まあ別に目立ちたいわけでもないんやけど、でもリカチャンネル、ひらがなのチャンネルをつけた画数的には悪くないみたいなので、もうこの際にね、線いってないけどもう変えるわ、せっかく見てくださったしね、ということで名前を変えました今後もよろしくお願いいたします。リカチャンネルでした。また見てね。バイバイ。